御是さん。それは目の不自由な女性が三味線と歌で村々を回る巡業の旅をしていた人を御是と言いました。明治時代、長岡地域に多い時には400人もの御是さんがいたそうです。時代の移り変わりとともに人数は減り、昭和50年初め頃にはもうその姿を見ることはなくなりました。そんな中、私は25年前に最後の御是と言われた小林春さんの弟子、竹下玲子さんと出会い、御是歌を習いました。2005年に小林春さんは亡くなりましたが、その直前まで春さんと交流し、時には御是歌も教えていただきました。そして今は御是歌が大好きな親子3世代のメンバー7人と越後御是歌再造図として歌い継いでいます。ごめんなんしょう。ごめんなんしょう。お久しぶりでございました。また来させてもらいました。ありがとうございます。止めさせてもらいますけど、また、お待ちしてますの、はい、よろしくお願いします。気をつけてね。ありがとうの。ありがとうございました。どうも。はい、よう来ました。ありがとうございますの。また来ましたって、またよろしくお願いします。今日はここ源右衛門さんに泊めていただき、村の人たちに御是歌を披露いたします。ありがとうございました。今お聞きいただいたのは、御世さんたちが一軒一軒角口に立ってご挨拶がてらに歌を歌うという時に歌う門付け歌っていうのがあるんですけれども、それの、中越地方魚沼の方でよく歌われたというおはら節です。で御世さんたちは民謡を全部そのままに歌うものではなくて、ちょっと歌詞を変えたりして自分たちの歌に取り入れていました。で最後の方に「ちょうちょとまれやなのはに」って、あれは御世さんたちが作って入れた歌だそうです。でこれを魚沼地方に行きますと、そうすると「ああこの歌御世さんがちゃんと門付けに来た時に歌ってたね」とかって言って大変喜ばれる歌です。これから謎かけ伊勢音じゃない、出雲節という民謡に載せた謎かけという御世さん独特の歌詞を入れまして、で今日はこちらは親子さんなんですねお母さんと娘さんで謎かけをしてみます。ではお願いしますっていうね。じゃあお願いいたします。ありがとうございましたでは続きまして、漫才御世漫才というのをお聞きいただき、やれこらこいてばどうじゃいな。東西どころか聞いとくれ。ああ聞くともなんともやっとくれ。とんと隣の東米がたんだ一つのすり鉢をいつの間にやら借りてって、1日に通りに行ってればついもないこと言うてくるなとそう書いて。よーしたサイゾー。六本の柱をば六地蔵が六を重ねておばします。一晩お世話になったお礼を言い、御所宿を後にして次の村へと向かいます。娯楽の少ない時代に御所さんたちはこのようにして村から村へと回り、人々を歌で楽しませていました。遠くは関東、東北まで旅をしたと聞いています。時代は令和となりましたが、今日もどこかで御所歌を愛する女性たちが皆さんに「ごめんなんしょう」と御所歌をお届けしていることでしょう。Thank you for watching Niigata Stage Channel. My name is Rika Yokoyama. I'm a professional ballerina from Niigata. Niigata is where the East and the West meet. On this channel, we would like to present the culture and history which is we built up until now, and also new evolving Niigata. Things present are judged by the things past. From Niigata to the world. Let's bright up the whole world by culture. If you liked this video, click below, please give us the thumbs up and subscribe. Thank you and see you next time.